はい、どうも、ロイです。今日もおしゃれな塗り方で塗っていこうかなと思うんですけど、今日はちょっと水玉を作ってみようかなと思います。水玉はだいたいこんな感じですね。ちょっとね、思い出すのが集合体恐怖症。実は自分集合体恐怖症で、前に水玉じゃなくて、集合体恐怖症を作ったことがあるんですよ。で、今日もちょっと似たような感じだけど、今日は集合体ではなく水玉だと、もう自分で思い込んでやりたいなと思います。よろしくお願いします。うわ、すげえみんなブラスターよっしゃ、水玉作っていきましょう。おしゃれな水玉だからね、集合体恐怖症じゃないけどね。はい。で、一応ガチアサリにしました。アサリにしておくと、長い時間できるから、縄張りバトルって3分しかできないんですけど、長い時間活用して塗っていきたいと思います。で、ちょっとね、マップ見るのが怖いな、やっぱり。なんか形が、水玉屋よりちょっと、はみ出てるな。修正しよう。ちょっと太くなっちゃうけど。あ、オッケー、水玉っぽくなった。まあ、こんな感じで、塗っていきますか。相手も来てくれた。これも相手かぶんないように、やっていこう。いや、ちょっと集合体臭いな。ちょっと集合体嫌だなぁ。いや、これ水玉だよね。大丈夫だよね。上も、やりますか。これタイヤ埋まってんのか。タイヤ埋まってすげえな。このステージすげえ。こっち側は、OK なんじゃないですか。ちょっとおしゃれな匂いがしてきた。いや、でもなんか嫌な予感もする。ちょっと嫌な予感もするけど。どこが空いてる？こことかいけるかな？ギリギリいけそう？ほい。いいね。ほい。うまいことこの隙間に入れていこう。いいんじゃない？こっちも。はい。これなんか気持ちいいな。間を狙うなんか気持ちいいな。危ない、危ない。アサリ捨ててる。アサリ？バイバイアサリ。バイバイ。わあああミスってる。修正できないかな、うまいこと。修正しよう。坂になってるとこね、難しいよね。これちょっと、やばい。これちょっとやばい、どうしよう。頑張って直せ。水玉っぽくしよう。どう？ギリギリ？ギリギリいけるな。で、ここにもやって、ちょっと形が、思ったよ感じなんねえな。くっそ。俺が思ってる水玉模様じゃないな。なんかちょっと縦に長い形になっちゃうね。いいんじゃないですか？これいいんじゃないですか？ここも塗っていこっか。でもこれ被りそう。繋がんないかな。繋がっちゃった。じゃあ一応、できたっぽいので、見ていきましょう。ちゃんと水玉になっているか確認。パトロールしましょう、パトロール。いい感じですね。こっちもいい感じですね。集合体だけど、別にそんな、見た感じね、平気だよね。この状態では余裕で平気だ。じゃあ入れるか。もう終わりますね。いきまーす。ほい。うえぇやだやだあ、でも水玉だよ。一応水玉だよ。はい、次はですね、竹を使って、ちっちゃい水玉。うわ、すげえ。で、めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃいな。このちっちゃい丸で、描いていきたいと思います。さっきのロングブラスター、ミスっちゃって、すごい極太になっちゃったので、今回はこの、ちっこい丸でいこうかなと、思います。いや、前に集合体やったのをね、思い出すんだけどね。これちょっときついかもしれないな。前の集合体の動画見れた人は多分大丈夫だと思うんですけど、過去にやったのもちょっと似たようなのありまして、まあ、今回は水玉。そう、今回は水玉って俺言い張ってるから、
集合体には変わりないんだよな。見るからにやばくない？この間に、あ、ちょっとミスってる。ミスったとこは俺が上からね、塗り替えしゃべいいから。はい、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 はい。どう？どうすか？どうすか、どうすか？あー、ミスった、ごめんなさい！ごめんなさい。うん、これ、ごめん。ごめん、これ。直して。直して、これ。ごめん。あ、こっちもなってる。坂が難しいのか。よし、俺は直しといた。ありがとう。ありがとう。サンキュー。サンキュー。アスパラガスみたいになっちゃった。今度さ、肉球でもやってみたいね。今は丸だけど、ちっちゃい水玉だけど。いずれ肉球とかでも作ってみたいわ。他にもなんかいいデザイン、まあ、チェックとかね考えたんですけど、ギンガムチェックは無理かもしれないけど、ギンガムチェックもやりたいな。ちょっといろいろチャレンジしてみたいですね。みんな好きな、そのボーダーとかさ、ストライプとかさ、まあ、この間やった、まあ、シマウマのやつもそうなんですけど、好きな模様とかあったら、コメント欄によろしくお願いします。見て、寺がすごいことになった。この地面、寺のこの地面やばい。あんま見ないぞ、これ。普通に戦ってたら絶対ないぞ。これはおかしい。はい。はい。あ、ちょっと左の肉球でっかくなっちゃったけど。ま、こんな感じか、肉球って。うち猫飼ってるから猫の肉球見ればよかった。見せてもらえばよかった。メイちゃんかリンちゃんかブーちゃんに見せてもらえばよかった。ちょっとやば。ちょっと待って。ちょっと気持ちよかった、今。え？ちょっとジャンプしたんだけど。めちゃくちゃ気持ちよかったんだけど。いや、やばいよ、今の。ちょっとこれマジでやばい。水玉、気持ち悪いな。なんか上から見たらわかるわ。やばいわ。やばい。うわあやだやだ、これやだ。とりあえずアサリ集めて終わらすか。やべえ、スーパージャンプで見たときすげえ気持ち悪かった。だって歩いててもわかるもん。うわー、うわ終わらした。うわー、無理だー、これは無理だー。水玉がやばい。はい、次はですね、こっちのチームがブラスターで、相手チーム、竹。まあ、さっきやった2個の武器を混合しようかなと思って。で、どんな感じで混合するかというと、これで水玉イン、水玉みたいな。水玉の中に水玉が入ってる状態。これを作っていこうかなと思います。で、ステージは箱具倉庫なので、そんな広くないから、ちょろちょろっと割るのかなと思います。ここさ、細いからさ、ちょっと真ん中ら辺にやらないと。水玉になんないかもしれない。時々変な形になりそう。気をつけないと。あはは、してる、してる。せっかく俺があげてるのに。あー、アサリが。なんか、ドラえもんみたいだね。青と黄色が、もうドラえもんのイメージがあって。てか今まで一色で水玉模様作ってたけど、二色組み合わせたらなんか、すごいな。新しいな。わー、目玉焼きがいっぱい。目玉焼きがいっぱいだ。美味しくはなさそう。目玉焼きは好きだけど、なんか美味しくはなさそう。ここすごいことになってる。これちょっと気になる。終わらしていい？すげえ気になる。いきまーす。はい。あ、待って、あと1分待たないと終わらないかもしれない。頑張って繋いで。これ頑張って繋げば終わる。あ、あー、ありがとう。相手チームが持ってきてくれた。ありがとう。終わらせろ、みんなで。協力プレイ、協力プレイ。あ、すげえ、めちゃくちゃ来た。めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。よし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 、終わる終わる終わる。いやいや、終わった。なにこれ、新しい。なんでこれ、なにこれ、本当に。